ージ、あとですね、まさきツイッターという非常に便利なものがありますので、ツイッターでですね、つぶやいて、マンホールって言葉を入れてつぶやいてますと僕が補足しますので、ぜひつぶやいていただきたいなと思います。でですね、最近ちょっとリアルなところもかなり、みんなで集まり始めてまして、マンホールナイトというイベントが年に今2回目標にやってます。次回はですね、11月2日にやりますので、皆さん開けておいていただきたいなというふうに思います。で、あと帰宅後の情報共有ではですね、ぜひ、こちらの方を、使っていただきたいなというふうに思いますけれど、まずツイッターではですね、ハッシュタグという便利なものがありまして、つぶやくときにハッシュタグマンホトークという、言葉をつけてつぶやいていただきますと、みんなが情報共有しやすくなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとですね、マンホールマップ、おかげさまでですね、多分世界最大の、マンホール情報サイトに育ってまいりました。パソコン版もありますし、今ハガキを配っていただいていると思いますので、もしまだハガキ持ってない方がいらっしゃいましたら声かけていただきたいと思いますが、マンホールマップということで検索していただきますと、情報共有サイトが出てまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今ですね、非常に多くのマンホールの蓋が、アップされています。ということで、私の話はこちらで最後にさせていただきたいと思いますけれど、当然ですね、私一人でやってるわけではなくて、いろんな方々のご協力によって、マンホールの蓋会が一部盛り上がっておりますということで、スペシャルサンクスということでございます。で、今日をきっかけにですね、皆様も、旅先でですね、ぜひ足元を、見て写真を撮ってつぶやいていただきたいなというふうに思います。それではご清聴どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。